群馬サイクルスポーツセンターのこのコースをプロのドライバーさんのですね、運転でドライビングで走ってみませんかと。私たちがいいんですか？いいんです。全然もうお二人のためにこの豪華メンバーです。いやすごい贅沢ですよ。なこちゃんから。はい、私からですか？ちょっと行かせていただきます。ちょっと行ってきなさい。大丈夫ですかね？ちょっと行ってきなさいって言う立場じゃないと思う。勉強させてもらいなさい。勉強もないんだから。じゃあえなこちゃんの時はですね、ドライバー。凛太郎さんが、はい、同い年の凛太郎ちゃんが行きます。えなこ世代なんで。えなこ世代、えなこさん、改めて今の心の準備、お気持ちいかがですか？大丈夫ですか？いや、免許持ってないけど大丈夫ですかね、本当に。いや、運転するんだよ。僕らは運転しないから。運転しない、乗ってるだけなんで。横に乗るだけ。でもね、すごい速いってちょっとワクワクするので楽しみです。よー、死んでください。はい、からえなこさんがナビシート乗りますけど、はい、緊張してますか？もしかして、ちょっと、どう緊張してます？全部。お願いします。右足を入れてもらって、はい、でそのままお尻をズボッとこう落とす感じで、はい、はい、で大丈夫です。ジェットコースターとかやばいっすか？あ、全然ダメです。全然ですか？全然嫌いです。全然嫌い？はい。あ、全然嫌い。はい。じゃあそこそこの方がいいですかね。え、じゃあ、え、ます。え、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 大丈夫ですか？緊張とかどうですか？私今思い出したんですけど、アトラクションの絶叫系がすごい苦手で。なるほど。あ、これやばいですよね。あれ、はい、楽しんでください。あ、ちょっとめっちゃ、大丈夫ですか？はい、そろそろ行きます。はい、ちょっと待って、行く。お、行ってらっしゃい。戸惑ってるけど。もう逃げらんないですよ。では無理って言ってますけど、いってらっしゃい。いってらっしゃい。ちょっと前見て、前見て。Woo!
感じる感じ、カーブとかあった？いっぱいあった。カーブだらけですよ。もうカーブどころじゃマジでマジでやばいんで本当に覚悟しておいてください。まあまあ早かったです。早かった。早かった。呆然とされてますけど。全然クリップじゃない。江川さん、ここのでっかいあのこんな曲がってましたっけ？ちいちゃんも外れちゃいましたよ。カチューシャも降りてきた瞬間、なんか目隠しですよ。もう本当にあのスピードもなんですけど、やっぱそのカーブとかもあって、なんかバンってこう跳ねるところがあって、もうそれで思わずバンってカチューシャも降りちゃって、そう、あの走る最中会話とかはできない？会話すごい、あの話を振ってくれたんですけど、こっちはそんな余裕なくて、あの道がないとか言ってました。道がない、質問の内容も入ってこなかったですか？もうあの、いや話さないでって、前見てって思っちゃう。前見てくださいって。運転に集中してくださいみたいになっちゃう。今回の特番も有事配信の YouTube チャンネルにて放送予定。放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。チャンネル登録よろしくお願いします。